私、これ、ライブパフォーマンスというよりは、プレゼンテーションという形になってしまうんですけど、今回は、私、このイベントの、お話を伺ったのが、1週間前。私、すごい懇意にさせていただいている、ココペリさんという方がいらっしゃいまして、その方に紹介していただいた、デコボコアートの、てんてんさんですね、に紹介していただいたのがこちらの交差点。でその私のやりたいことというのが、その芸術活動、その創作活動、そのプロのものではなく、一般の方の、創作活動にをもって、その世の中、例えば発達障害であったり精神障害だったりセクシュアルマイノリティっていう、そういうマイナーな属性を持つ人たち、そういう方々を私はマイノリティと呼ばせていただいてるんですけども、そのマイノリティ、マイナーな属性を持った方々のもっと理解を広めてほしい。でそのための手段として、私は芸術という表現方法、そういう創作活動をされる方の、その創作活動の成果とかその活動に対する思い入れっていうのをもっと世の中に広めたいっていうプロジェクトを今立ち上げつつあるところです。で今回お時間いただいたので、これ15分用のプレゼン用の資料なんですけど、端折ってちょっとプレゼンテーションの方をさせていただいてもよろしいでしょうか。誰がタッチすればいいですか。あ、はい。それでは、私の自己紹介、私のプロフィールですね、こんな感じになるんですけど、お読みいただいて、そもそも、私がなぜ、その芸術をもって発達障害精神障害っていうものを広めたい、その他マイノリティの方々のことをもっと広めたいと思ったかというと、私自身精神障害を持っているっていうのもあるんですけども、私の兄が発達障害の当事者、ASD 昔でいう広汎性発達障害と、彼が14歳の時に診断されたんですけども、そして彼は、その二次障害として、統合失調症を発症してしまった。ただ彼は昔からやっぱりコミュニケーションはすごく苦手で、学校でもいつも一人ぼっちであったり友達はなかなかできなかったりっていうような子だったんですけども、絵だけはすごくうまかったんですよ。そして一度見た地図を一瞬で覚えるっていう能力があったり、僕はそれを昔気にも留めてなかったんですけども、でその彼が統合失調症を発症して、その症状が一番強く出てた時、陽性症状が強く出てた時ですね、彼は一心不乱に何かの絵を何かに取り憑かれたように描いてたんですけど、その時の絵がこうものすごく迫力のあるもので、ものすごいこうなんていうかいい印象というよりはすごい怖い、もうおぞましいというか、もうものすごい狂気を感じる絵だったんですけども、それを今でこそ私思うのは、あれは立派なアウトサイダーアートだなと。アウトサイダーアートというのですね、日本語で言えば、言ってみればならず者の芸術、つまり私の兄が描いたものっていうのは、この精神病患者による原始アート、この妄想幻覚など人には見えない世界を表現できる。でこれって、単純に病気だから悪いものって言えるものじゃなくて、逆にその人にしか表現できないその世界があるっていうことだと思うんですね。このアウトサイダーアートの定義なんですけど、この西洋の芸術の伝統的な訓練を受けていない人が制作した作品であるが、アートとして扱われているものを指す。つまりですね、プロの人が描いたものではないにしても芸術作品として価値があると認められたもののことです。私はこれをすごく世の中に広めたくて、でこのアウトサイダーアートってものを作る、やっぱりその先駆けになれるって思うのが、私はやっぱり発達障害や精神障害、その他諸々やっぱり世の中に理解されにくい、まだまだ認知が広まってるとは言いにくいかったり、こう先ほどもあった疎外感を感じやすい人たちなのではないか、私自身も精神疾患を抱えて、やっぱりすごく周りには理解されないと思って悩んだこともあって、
例えばですね、まあ、私の兄の絵に関しては、まあ、本人が捨ててしまったのでもう現物は残ってないんですけども、まあ、この精神疾患を持つアーティスト、アウトサイダーアートアーティストとして、まあ、すごく有名だった人、この、まあ、ルイス・ウェインって方なんですけど、統合失調症と戦った悲劇のイギリス人イラストレーターなんてタイトルがついてますけども、ちょっと紹介させていただきます。こちらですね、まあ、ルイス・ウェインって方は、まあ、イギリスのイラストレーターさんで、まあ、こんな可愛い猫ちゃんのイラストを描いてました。でこれはすごく人気で、まあ、新聞でも取り上げられたり、まあ、ゆくゆくは児童書なんかにも掲載されたりして、すごく人気のある人だったんですね。アメリカにまでその評判は知れ渡って、もう世界各国からもう作品の依頼が来るような人気のイラストレーターでした。こんな可愛い作品を描いてくれる、まあ、かいつまんで紹介しますけども、まあ、イギリスのロンドンに誕生で、5人の妹がいたんですけど、その1人は若い頃から精神病で、まあ、この精神病というのがもうその統合失調症だったんですね。もう妹さんがもう若い頃から、末の妹さん、一番下の妹さんが若い頃から統合失調症であって、でそしてルイスが20歳の時にもう父親が亡くなってしまう、お父さんが亡くなってしまう。で美術大学を卒業してるんですけども、まあ、すぐに職探しをして5人の妹を養うためにイラストを描き続けるっていう、なかなかこう波乱万丈な人生を送ってるんですけども、でこの37歳の時ですね、仕事が好調だったルイスなんだけど経済難が訪れます。で人がよく職人気質だったルイスは安価な仕事も次々に受け、5人の妹たちを失った。ルイスの人気はアメリカまで届いたが、イラスト価格を引き上げなかったために多忙を極めるだけでどんどん貧乏に、取引先に騙されることも増えていった。そんな中でルイスの精神はどんどん不安定になり、穏やかで優しかった彼は次第に疑心暗鬼になっていき、妄想に苦しむようになる。そしてルイスは統合失調症を発症してしまいます。そして日々暴力的になっていき、まあ、彼の世話に耐えられなくなってしまった家族はルイスを病院に連れていくと。でしかも当時お金のなかったウェイン家が選んだ病院は劣悪な環境であり、ルイスの精神病は良くなることはなかった。でそしてそのルイスの妻が飼っていた、まあ、ルイスの妻エミリーが飼っていた猫ピーターっていうのがいるんですけど、ピーターっていう飼い猫ちゃんが、でその猫がこう妻がガンで、ガンとの闘病生活の末亡くなってしまった時に、妻の残した猫をモデルにして絵を描こうっていうのがルイスの原型だったんですね。だからすごい猫に思い入れのあるイラストレーターだったんですよ。でその絵なんですけども、ルイスは病院に帰ってからも描き続けました。でそして初期の頃の猫ちゃんから順番に並べていくと、この猫の絵がだんだんサイケデリックな感じになっていきます。でこれがその病状の影響だと言われているんですけども、まあでもこれもやっぱり一種の芸術というか新たな作風が生まれてますよね。これはこれで評価されていて、ルイスの死後になってからですけども、でこれ あと何分ありますか。あと2分で、まあでまあ、このルイスなんですけども、まあ、あのさっきの作品っていうのは、まあ、ルイスの研究をしていた精神科医が並べたものでして、だからあの作品を時系列に並べたパネルっていうのはルイス一人の作品ではなく、ルイスの研究をしていた精神科医が作ったものです。で、まあ、なので芸術は一人で作るものではないと、あのパネルが評価されたのは精神科医の活動でもあってからかと。だからやっぱり創作者の情熱、それを存分に表現できる環境、その活動を広めるための情報も、まあ、それが当時のメディアであり新聞や児童書だったと思うんですけど、ね、そこでですね、私は、まあ、この3者を揃える、そのアートに専念できる環境を整え、まあ、その創作活動を広めるための事業をこれから展開しようとしているところです。まあ、そのアートを作れる、平たく言ってしまえばアートをすごく作れる力があるんだけども、それをこうなんていうか広められる方法が見つからないよって人に広められる方法を提供したいと思っていて、まあ、事業としての具体的な活動なんてものもあるんですけど、
ちょっとこの直近のイベントっていうのは、まあ、私が開催する、まあ、トークイベントというか、そのアーティストさんたちに各々の作品に対する思いとかパフォーマンスをしてもらって、まあ、そこに対する思い入れとか情熱、自分のバックボーン、どうしてその創作をするに至ったかっていうお話をしてもらうっていう、こうイベントをやろうと思っているんですけども、まあ、そういうものを今鋭意画策中でございます。すみません、というのが、まあ、私の活動でございまして、すみません、そろそろお時間ですね。あと30秒。すみません、ちょっと話が右往左往してしまって、ちょっと本来だったらまあちょっと10分用にいろいろ資料を作るべきだったんですけども、まあ私としてはそのような活動をしていて、まあ私自身も創作活動はしているんですけども、書道や額縁を使ったもので、私自身は社会風刺的なメッセージを載せさせていただいております。まあ、例えばまあ日々こうよく言われる日本のブラック企業体質だったりっていったものをこう一言のメッセージで書き表させてもらったり、なんかこういう人と人との対立があるよねっていう、こう例えばですね、私が印象に残ってる結構評価をいただいた作品でいうと、こう対立不可避、諦めず夢を追いかけろ派 VS 現実を見ろ派みたいな、ちょっとよくわかんないことを言ってたんですけども、別に夢を必死で追いかけた方がいいよねっていう人と、いやいや現実を見た方がいいよねっていう人はこう相入れないんじゃないかなみたいな、その辺ってよく喧嘩してるよねみたいな話なんですけども、まあそういったものをちょっとやらせてもらってます。すみません、本当に長くなってしまってちょっと話もまとまりがなかったと思うんですけども、ちょっと私の活動としては今こんな感じでございました。ありがとうございます。このプレゼンを見て、いろんな質問があると思いますので、うん、どんどん質問しましょう。あ、はい、もう質疑応答という形で、はい。時間の制約があって端折った部分かもしれないんですけど、はい、さっき言った H.G. ウェルズのタイムマシーンとかがあって、あ、はい、うん、そのあたりがちょっと気になったんですけど。あ、川島さん、ありがとうございます。この H.G. ウェルズ、まあ、そのルイス・ウェインがですね、そのまあ病院に最初に入った時劣悪な環境だったっていう話はしたと思うんですけども、まあその時に、まあそのルイス・ウェインの状況を見かねた、まあ H.G. ウェルズ、まあものすごい有名な作家さん、 SF の父と呼ばれた方なんですけども、やはりイギリスの著作家なんですけども、まあその H.G. ウェルズをはじめとした作家仲間がですね、まあルイスを環境のいい病院に移し、まあルイスの病状はまあ、晩年には良くなっていったという話がありますね。すみません、ちょっと私パワーポイントもちょっと慣れてないので、ちょっと拡大のあれが分かんないんですけど、全画面化が、まあ、このタイムマシン、透明人間などを著作を世に出し、 SF の父とも呼ばれた H.G. ウェルズはウェインについて、彼は自身の猫を作り上げた、猫のスタイル、社会、世界そのものを創造した、ルイス・ウェインが描く猫とは違うイギリスの猫は自らを恥じて叱るべきであると記しているんです。つまりそれほどルイスの描いた猫は世界に影響を与えたというのを、まあ、SF の父と呼ばれた偉大な作家が評価しているという話ですね。私はまあ素人、まあ、経済に関しても医療に関しても素人なので、まあ、私の見解ですけども、まあ、やっぱりもともとこれを聞いた大学院にまで行って、実験心理学っていうものを勉強をその専攻していた友人に聞いた話なんですけど、まあ、遺伝的脆弱性っていうものが人にはあるらしくて、もともと要するにストレスによって精神疾患を発症しやすいタイプの人というのはいるみたいですね。だ生活が困窮すると、まあ、やっぱりストレスが増えがちになるので、まあ、精神疾、まあ、ストレスを受けやすくなって、まあ、遺伝的に脆弱性のある人は発症しやすくなるっていうことはあるのかもしれません。あとそれから、はい、すごく忙しい職種だとか、はい、環境で働いている人も結構精神疾患を抱えている人が多いですよね。
あるかもしれませんね。やっぱり商社、僕の友人でも商社に働いた人や、やっぱり金融や、IT の大手に行って、まあすごく多忙な生活を送っていた人は、まあやっぱりちょっと鬱気味になってしまったり、ダウンして休職したりっていう友人は確かに僕の周りにもいます。あの、私、今ちょっと一回離れてるんですけれど、アニメ業界にいたんですね、はい、でそれでアニメ業界もそうだったんですけれど、ものすごくあの忙しいんですよ。でそれであの給料もそこまで高くない、であのプラスアルファで本当にもう休みが取れない状況なんですね。やっぱりそういう風になってくると、人ってもう精神的なゆとりだとか余裕がなくなる、あとそれか生活のメリハリがつけにくくなるじゃないですか。やっぱりそういったことが積み重なることによって、もうだんだんギスギスとしたあの環境でしかいられない。それでプラスアルファで長時間拘束されて、長時間働かされ続けて、その環境にいちゃうんですよ。そうするとやっぱりあの精神的や疾患を抱える人が多くなるっていうのをやっぱ見てきました。ああ、やっぱりあるかもしれないですね、そういうのは。あと私も裁量労働制の会社で、はい、かなり高い確率で精神的に病んでいると思いました。ああ、なるほど。私がですね、まあ私の話をしてさせていただくんですけど、まあ私が芸術を選んだ一つとして、まあそういうなんか現代人が忘れがちなこう心のゆとりというか、やっぱり人の心を打つような作品で、まあやっぱり何かこう忘れていた気持ちみたいなものを思い出せるのではないかなというこう希望も持ってはいるんですね。そういう意味でも私はすごい芸術に執着というか、こう芸術が好きだっていうのがあって、こうその芸術をもってやっぱりその障害のこう悩み苦しんできたストーリーとか、逆にまあそのそれが生きる個性であったりっていうものを、私の好きな芸術の分野でこうパフォーマンスとしてこう世の中にこう単なる障害じゃなくて、障害っていうかハンディキャップみたいなマイナスイメージじゃなくて、逆に本当にそれを価値ある個性として出せたらいいなと思っていて、まあ、授業を私は始めることにしました。宗教とかセミナーっていうものも考えたんですけども、正直それはあんまり場当たり的なところで効果はないし、やっぱり僕は事業として具体的にやっていくのが一番世の中には効果があるんじゃないかなと、今流行りのソーシャルビジネスって言われるものだとは思うんですけども。合唱みたいなことをしたいってことですか？そうですね、合唱とか、まあ、例えばトークイベントというか、そういうプレゼンテーションの場、そのみんなが、まあ、例えば本当にここの場で今やられてるみたいに、例えばみんながおのおののパフォーマンスを発揮したり、自分のストーリーをこう話せる場、普段言いにくいこととかでも、まあ、そういう趣旨のイベントであれば言いやすいっていうのもあるとは思うんで、そういう意味でそういうイベントプロデューサーとか、アートイベントプロデューサーとか、画商みたいな職種には、と呼ばれる職種にはなるのかなと思っています。プレゼンの中でいろんなマイノリティという、はい、なんかカテゴリーが、使われてたと思うんですけれども、はい、なんかそのカテゴリーに対してちょっと疑問があるというか、はい、なんかそのカテゴリーを表に出すと、カテゴリー化されてしまって、それしか見えなくなってしまう場合もあるんではないかと思ってるんですけども、ありますね。どのように考えてますか？例えばですね、まあ、私のまあ知り合い、お知り合いの、まあ、創作活動されている方で、まあ、一度海外にも出展して本格的な活動されている人なんですけども、やっぱりアーティスト、自分が発達、まあ、その方は発達障害を持っているんですけども、発達障害を持っていることを別に隠しているわけではないけど、アーティストとして自分の作品を出すときに、自分が発達障害を持っているって情報はその人には言いたくないってその方おっしゃるんですよ。だから私自身も、まあ、こう銘打ってはアウトサイダーアートと言ってて、まあ、私自身今個人事業主としての屋号は OS アートプロダクション、アウトサイダーアートのプロダクションを名乗っているんですけども、そこに私は障害とか、例えばマイノリティっていう要素を入れるつもりはないんですね。あくまで私のイベントに、私のイベントというか私の事業に関わってくれるアーティストの方で、その障害とか精神障害っていうものの辛さとか、もっとこんなものがあったらいいのにっていう思いを伝えたいっていう方がいれば、そこで任意に
こう発信してもらうという形になります。はい、すみません、ちょっとこれはまた私の感想で申し訳ないんですけれど、実はですね、私もここ1、2年でもしかしたら発達障害の傾向があるっていうのがようやく分かったんです。で、今介護系の仕事を今一旦ついてるんですけれど、はい、そこの所長さんにダメ持って思い切って、ついその1、2年の間に発達障害の傾向があるっていうのが分かったって言った時に、なんとなく分かっその人はそういうのを勉強してた人だったので、たまたまあやっぱりなってそうじゃないかなっていうのがうすうす分かってたっていうのがあったんです。でそれで周りの先輩の長方の職員さんに情報、ゆいさんは実はこれこれこういうタイプの人だからこういう傾向があるよっていうのを周りの人にも伝えて、周りの人がこういう傾向がある人たちにはどういうふうにして仕事をしていったりして進めていってもらった方がいいんだろうか、どういうふうにして関わって仕事をしていっていった方がいいんだろうかっていうのをようやく理解今手探りで皆さん働きながら皆さんも私に対してそういったことをやって働きかけてくれてるんですよ。でやっぱりすごくそれが分からなくて、なんで私いつもこうなのかな、なんでこうなのかなっていうのをもうずっと20年30年苦しんできたんです。でようやくそれが分かった時に、今度逆にじゃあ一番今不安なのが今の事業所を例えば辞めなきゃいけなくなった時に、また時に次のところに例えば何らかの事情で施設とか職種だとかいろんなものを移るときに、それを果たしてそれがちゃんと理解してもらえるかどうか、それが分かって自分をそういうふうにしてやってってるのにはやっぱりずっと失敗、まだまだ失敗することが多くて、ちゃんと受け入れて生きていけるかどうかっていうのが不安なんです。でやっぱりなんて言ってるのかな、私もどういうタイプが持ってるかっていうのはまだ分からなくて、まだこれからきちんとした診断を受けようかな。